オチャオコメスターテ、ご機嫌いかがですか。今週も始まりました。毎週土曜お昼12時に最新回をアップしています。 YouTube シモナックチャンネルよりチャオラムレッタ、ラムレッタの素敵なスタイルなどなどバイクの楽しさを皆さんにお届けしたいなというチャンネルです。パーソナリティは私タモめぐみがお届けします。さあ今週もそう外からお届けしていますよ。神奈川県のカフェさん伺っていきたいと思います。実はですねこちら SNS とかでこう神奈川エリアとかね、あの関東圏のライダーさんたちがこうお名前を挙げてるのをよく見てすっごい気になってたんですよ。やっと来ることができました。カフェ常連さんです。場所はもう幹線道路のねすぐ目の前なんですね、横浜新道の東京方面からだと上川インターか戸塚インター、あ川上すいません川上インターか戸塚インターが最寄りで、逆にこっちから東京方面に向かうときは、上矢部インター、はい、から乗ると、まあ、東京方面に行くのもアクセスがいいというそんな好立地のカフェさんとなっております。では早速行ってみましょうか。行ってきます。お邪魔します。なんかちょっと緊張するよね。さてというわけで早速店内です。カフェ常連の店長、はい、ゆきねえさんよろしくお願いします。はい、お願いします。初めましてですよね。はい、初めましてです。よろしくお願いします。なんかねもう入ってきて、はい、なんでしょう、こうすごいいろんな私想像を膨らましてたんですよ、常連さんの。どんなですか。いやなんか SNS で、結構こうもうしっかりバイクファンの方たちが集ってらっしゃるイメージがあったんで、はい、なんかねまさにこうそれを具現化した空間ってい う, そ, うそんな感じがします。ありがとうございます。素敵な笑顔で迎えてくださって、なんかこうあ女性でもあ入りやすいって思いました。おばあちゃんが迎えに。いやいやそんなことない、そんなことない、はい、この前の通り沿いにすぐバイクも止められて、はい、でもうすぐ横にカフェの入り口があって、はい、この通り沿いにこうガラス張りの、ね、ドアがあって、今まあちょっと夕方より少し早い時間にあえて開けていただきましたけど、はい、そこ前の道路見えますね。そうですね、目が合いますね、うん、走ってる目が合う、はい、ライダーさんとかもきっとあ、カフェだみたいな感じで見てくるんじゃないかな。ここ信号で止まるとこみんな中から手振る。振られたら外のライダーはどんなリアクション？何回か戻ってきてくれて入ってくれたことありますよ。へえ、あれやっぱみんなライダーそういうなんか出会い性ですよね。じゃあここのお店はどうでしょう、常連さんとかが多いですか？常連さんも多いですけど、はい、常連さんとここで出会って一緒に遊びに行くとか多いですね、うん、そういうパターンが、うん、ここでお仲間になって、その世代はどれぐらいの方？もう若い子から、うん、ご老人までベテランの方までフレッシュマンからベテランまで、はい、女の子も来ます。女の子も来ます。おー、うん、あの多分私もそうだったんですけど、はい、なんとなくこう初めて、ま、ライダーズカフェと、ね、歌ってらっしゃるじゃないですか、はい、初めて一人で入っていいのかなみたいなね。入りづらいですよね。もうウェルカム、ウェルカムです、ウェルカム。もうバイク乗ってれば、バイク好きだったら全然みんな OK、うんうん、ですって、みんな安心してぜひ常連さんトライしてみてほしいなと。私も今日来てみてね、すごいホッとしてます。ありがとうございます。で、あのこちらの、常連さんのスタンプラリーやってらっしゃったのもすごくイメージが強くて、はい、ありがとうございます、はい、もう今は期間終わっちゃったんですよね。そうですね、5月で期間は終わってしまったんですけれども、うん、はい、あのどんなイベントだったのかをちょっと簡単に教えてもらっていいですか？はい、あの関東のライダーズカフェを回るスタンプラリーだったんです、うん、今もその T シャツ、これです、ね、着てらっしゃいますよね。はい、はい、うんうん、スタンプラリーで、全部で33店舗の方、うん、あの店舗さんに参加していただいて、はい、あのエリアごとで完走される方、うん、あと1店舗ずつ完走される方、うん、全部の33店舗回られる方といらっしゃって、うん、はい、それぞれの完走証明書とステッカーと記念のバッジを差し上げました。
なんか大にぎわいだったんですね。そうですね、2000台ぐらいは参加してたんですね。すごい。あの完走された方は大体400人ぐらい。おお。じゃあもう皆さんすごい楽しまれたんですね。そうですね、また次をやってくださいという声が大変多くてありがたいんですけれども、なかなか準備やる方大変ですよね。なかなか準備が大変なので、でもまあ皆さんぜひ楽しみに、そしてまあねスタンプラリー期間じゃなくてもそうやって参加されてたお店さんたちは皆さん、まあ、ライダーズカフェだったりバイクが好きな方ウェルカムなカフェとしてやってらっしゃるってことですもんね。でこちらの常連さんで、はい、あのまあ、フレッシュな初めて来る方もいらっしゃったり、うん、はい、常連の方も、うん、だから常連ってちょっと私混ざっておかしくなっちゃうんですけど常連の常連ですね、常連の常連、はい、常連の常連さん、はい、あのすごくお食事もねいろいろ楽しまれるっていうのを聞いてて、はい、でびっくりしたのが、はい、なんかドリンクの飲み放題、あの飲み放題セットが、あの大きい声で言わないでください。ありますよ。もちろんメインのメニューも頼まれた上でですけども、お食事を頼んでいただければ、うん、コーヒー、アイスコーヒーだけになります。うんうん、350円、うん、飲み放題。ね、なんかもう本当バイクが好きでちょっとバイク乗りの新しい資材とか仲間欲しいなっていう人にはぜひ利用してほしいですよね。ぜひぜひ。お食事食べてコーヒー1杯と言わずに2杯ぐらい飲んでちょっとこう誰か来ないかなって待ったりするのもすごい期待していただけるといいなと思って、ね、長居しちゃっていいんですか？いいんです。あ、いいんだ。全然いいです。本当に全然いいです。なんかすごいね、なんでしょうね、すごい私今ウキウキしてます。あ、そうです。私ライダーズカフェにいるんだみたいな。またちょっと営業時間に伺えたらなと思うわけなんですけど、今ね、せっかくちょっとお食事の話をさせてもらうのにメニュー開いて、はい、どうしてもあのほっとけないなと思ったのが、何でしょう、ラジオ番組やってらっしゃるんですね。はい、やってます。なんかいろいろやってらっしゃいますね。いろいろやってます。はい、はい、77.7FM 大和の土曜の夜8時から9時、はい、結構いい時間、ね、そうですね、1時間ですね、はいはい、この時間に、この番組名はこのくらさん、あ、これだ、くらさんの今日もツーリング日和。これはどんな番組ですか？あのラジオというか、はい、1時間の番組の中で、うん、まあ、くらさんがラジオにまつわる、あ、ラジオじゃない、バイクにまつわる、うん、あのリターンライダーのための講座とか今やってますね。なんか講座というか、なんかうちと、まあ、いろんなお話をしたり、あとはメインはあのバイクの輪といいまして、うん、あのバイク乗りさん同士で、うん、昔でいうテレビでいう笑っていいと思うみたいな。でもこれ笑っていいと思うが通じるのって多分ね、平成前半ぐらいなのかもしれないですけど、そう、その感じで次ご紹介いただいてという形でいろんな方にゲストに来ていただいてます。なんかちょっとこうチャオに通ずるものを感じますね。ご縁ご縁でね、はい、そうなんですね。じゃあ、まあ、ぜひ皆さんにですね、この、くらさんの今日もツーリング日和もまたチェックしていただきつつ、はい、77.7 だけではなく、うん、パソコン、スマホで世界中どこでも聞けますので、そうだ、便利になりましたね、はい、でもこういう今おっしゃってたそのリダンライダーの方とかにもぜひ聞いてほしいコンテンツもあったりっていうのをおっしゃってたので、どうですか最近のライダーさん、そのいろんな層の方が常連さんいらっしゃるっておっしゃってたんで、ベテランの方と若い方ってここで仲良くなる？意外となる、なる、あのどんな話するんですか？お客様がすごく、はい、あの意外とこうイメージ的に上からこう、うん、年上の方が言っちゃうみたいな、うん、それは違うだろうっていうふうになっちゃうことがない人が多いので、あの若い子も素直に聞くし、で教えてほしいこともやる、外がピットになってるので活性して工具があるので、あの外で、はい、あのこれをやりたい、じゃあ教えてあげようかって言ってお客さん同士でやったり、もちろんうちのスタッフも手伝ったりして、手は出さないけど口は出すみたいな、そうじゃないそうじゃないみたいな。すごいなんか微笑ましい感じですね、うん、楽しそうにやって、でまた一緒にツーリングにお出かけしたりして仲良くなって、そうか、なんかねこう SNS 上の
なんか常連さんの話題でこう盛り上がってるあの感覚ってどんな感じなんだろうって外から見てて思ってたんですけどなんかちょっと謎が解けた感じがしました。そういう SNS 上の接点もありつつリアルな接点もあるからああいうなんでしょうねこう盛り上がり方してるんだな。ねなんかもうね年の差がもう10も20も離れてる人たちがみんな仲良くて羨ましい、逆に羨ましいです私が見てて。そうで、はい、あの私たち、まあ、今回チャオラブレッターという番組なんですけど、はいはい、こちらで試乗会もやっていただいて、はい そ, うですね、それもすごくにぎわってお手伝いいただいたというのがございました。ありがとう、こちらこそありがとうございました。乗れました？私まだ結局乗れてないんです。乗ります、今日私乗ってきたんですけど。今日はいいかな。今日私ヘルメットがないんで。あ、そうか、そうか、そうか。そう、皆さんラブレッタはどんな感じで見てらっしゃいますか？なんかもうとにかく可愛いねっていう女子ライダーのこう注目でしたね。おお、嬉しいですね。っていう、またぜひチャンスがあればぜひぜひやっていただけると嬉しいです。はい。じゃあどうしようかな、ちょっとお料理もお願いしてもいいですか？はいはい、すね、おすすめおすすめどれですか？はい、皆さんこちらはオムライスを頼んでいただくことが多いです。メニューのトップに一番大きな写真が、はい、オムライスと、あと今は焼きカレーが人気ですね。焼きカレー、はい、焼きカレーどれや、ドライカレー、あ、これじゃない、じゃなくて大きい、はい、大きいページになるかな。あ、こっちか、そうだ、いた、めっちゃ大きいのいました、焼きカレー。え、どうしよう、え、これ両方頼んでいいやつ？あ、タモちゃんやったら2ついけるやろって、かしこまりました。じゃあ2つお願いしていいですか？かしこまりました、よろしくお願いします。はい、お待ちください。悩んだ時はね、両方頼むのがいいんだよ、ちゃんと食べてくださいね、皆さんね、はい、じゃじゃーん、オムライスと焼きカレー出していただきました。イエーイ、美味しそう、美味しそう、なんかどっちもこう正統派喫茶店のメニューみたいな感じでちょっといただきたいと思います。すごい、なんかね、1人前ずつを2つ並べたの私初めてかも。ちょっと夢が叶った感じがあります。おお、いい、あ、半熟加減がいいじゃない。私ね、このケチャップすごい好きなんですよ。いただきます。うん、あ、おいしい、うん、すっごい素直に美味しい、うん。で、ちょっと一旦こう全部食べきるわけにもね今いかないんで、じゃあこっちの焼きカレーもよっ。だってなんかまだね、こうジューって言ってますもんね。おお、伸びる、伸びてます、チーズが。あ、結構スパイシーな香りがしますね。いただきます。うんうん、うん、あ、おいしい。あのスパイシーなすごい香りで、実際なんでしょう、大人の味もしますけど、玉ねぎの甘みですかね。そうですね、甘みがあって、うん、あ、あー、美味しい、すごい、なんかまだまだいけちゃいたくなる感じなんですけど、噂によると、はい、なんか定食も終わりなんですって。定食やってます、はい、でめっちゃレアだって聞きましたけど。そうですね、あの、うん、私が出勤してて、なおかつ1日5食です、はい、しかも平日のみです。うーん、うんうん、ちょっと待って、熱いんですよね。で、真ん中に卵入ってます。あ、そうなんだ、どこどこ、ちょっと真ん中ずっと入ってます、この辺、この辺、あ、この辺かな、どこだ、あ、いた、いました、卵、またちょっとじゃあこれ後でゆっくりいただくとして、この美味しいメニューがあって、はい、さらにはゆき姉さんに会えた時にレア定食、レア定食、はい、も目指していただいて、はい、さらにはライダーのバイク乗りの輪が広がるこのカフェ常連、とっても素敵じゃないですか、というのを今週のイタリア語で言っときましょう。ズバリ、じゃじゃーん、ケベッロ、ケベッロ、ケベッロ、ありがとうございます。素敵ね、いいね、という意味のイタリア語です、ケベッロ。ちなみに SNS とかのいいねの
あっちはねミピアチェという、私それ好きよというのがミピアチェといういいねで、こっちはケベッロ素敵ねいいねというイタリア語ワンフレーズ本集ご紹介させていただきました。ありがとうございます。あっという間になってしまいましたけど、はい、お付き合い本当ありがとうございます。お邪魔いたしました。またこれからもいろんなライダーさんたちの輪を、はい、ね、ゆき姉さんのこうトークと美味しいご飯でさらにつないであげてください。はい、お邪魔いたしました。はい、また来てください、はい、来たい。という今週お届けしたのはこちら神奈川県横浜市にありますライダーズカフェ常連さんでした。それでは皆さんこの後も良い一日を。ボーナジョルナータ、チャオチャオ。また来週お耳にかかりましょう。ノンコレーテグイダレフィアの安全運転で、運転ゆっくりね、気をつけて楽しんでください。ありがとうございました。